カルソ・アニバル・サンタナ・マルケスは、ブラジル人レーサー。パラナ州クリチバ出身。F1 での出走経験もある。カートレーシングを5年経験した後、16歳でフォーミュラー・シボレーに参戦し、デビュー年でチャンピオンとなった。1993年に、南アメリカ F3 とフォーミュラ3000参戦し、両シリーズの最年少勝利記録を保持している。 1996年より F1A の参戦を目標にジャンカルロフィジケラ、ペドロラミー、ヤルノトゥルーリとミナルディのシート争いを演じた。この時のミナルディは財政難に陥っており、才能ではなくスポンサーを多く持参できるドライバーを走らせたので、ドライバーの交代が多々見られた。その後96、97年にミナルディのシートをシーズン途中に獲得し、 ペドロ・ラミー、片山・右京といった経験豊富で評価も高いチームメイトと遜色のない速さを見せる。1998年の F1 シーズンのシートを失ったマルケスは1999年から2000年、2004年から2005年までの間、アメリカのチャンプカーに参戦。2004年のポイントランキングで24位が最高の成績となった。2001年に、 F1 に復帰。ポール・ストッダートが買収したミナルディより、フル参戦。後に、チャンピオンとなるフェルナンド・アロンソをチームメイトに迎えた。それでも未だに、スポンサーとの持参金を優先していたチームは、スポンサーの少なかったマルケスを、シーズン途中で解約し、持参金を多く持っていたアレックス・ユンを代役として、走らせた。2002年に、 F1 に新しく参戦すると期待されたチームフェニックスと契約をした。チームは2002年マレーシアグランプリに型落ちのアローズ V10 エンジンを搭載したプロスト AP04 を持ち込んだがチームの F1 参戦が認められることはなかった。2006年より TC2000 とストックカーブラジルに参戦中。ありがとうございます。